ボールを蹴っていきます。高橋から完成するか、こぼれたところ、高井のシュート、決まった。なんだよもう、同点に追いつきました。ザスパクサス群馬前半41分、1対1。こちらも取りも取ったり、あの決定力ありますね。いやー、今は右足また振り抜きました。ご覧のシーンです。高橋からで、これ狙い通りなんですよ、はい、ここでもう絶対こぼれ球来るとかで待ってるんですよね。このポジションでスタンバイをしてるんですよね、はい、さあお話を前川さんとしていて、はい